はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。本日はですね、雑談兼ねていこうかなと思ってます。で、一緒に冒険していただけるサポートのメンバーはエレンさん、マホさん、サミンさんになります。で、何やろうかなというとですね、雑談なので、レンダーシアのね、討伐を兼ねながらちょっと雑談していこうかなと思ってます。で、とりあえず、偽りの魔女の森に今来ています。フラワーゾンビ10匹倒していきましょう。で、ちょっと時間があればこっちもですね、エビルソーサラー20匹、これは時間があればやっていこうかなと思ってます。これどっちも先週のですね、今週4つ受けられるんですけど、これ10匹になってよかったな。最初20匹でしたからね。それが15匹になって、で、今回10匹になってます。10匹ぐらいが妥当だよね。正直、20匹とか15匹は多いもん。探してるだけで終わっちゃうみたいな。時間の無駄でしたからね。で、おお、はい、終わった。今回久々にですね、バトマス旅芸人僧侶という、以前ねだいぶ使ってた組み合わせでやってます。で、バダルさんはその他という感じで、道具使いのね、今レベルを裏でカンストさせようと思ってますんで、道具使いをねチョイスしてます。なかなかね、時間がなくてですね、カンストしたいと思いつつ進んでないのが現状なんですね。あ、結構いっぱいいる今回。しかし、この影の騎士が邪魔だ。なぜ出てくる。10匹なんで、もう1個のクエまでいけるかな。意外と早く終わりそうだぞ。ただフラワーゾンビもうちょっとな、2、3匹出てくればいいものを。なぜか影の騎士頭取って騒いでるし。何匹倒した、ちょっと確認。あ、まだ4匹しか倒してませんね。あ、もう6匹ぐらい倒したかと思っちゃったわ。あ、もしかしてライバルか。ちょっと素通りしたけど。そうだね、あれ取ったら怒られそうだよねあれ取ったら怒られそうなら取りませんでした。ライバルいましたね。その割には最初のとこいっぱいいましたからね。あの人あそこでずっと待ってんのかな。倒すの大変だからな。ここら辺、あ、いた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 、いるじゃん。あ、じゃあ、あの人はずっとあそこで待ってんだな。1匹かい、渋ってない。さっさと終わるようにやろうよ。10匹でも時間かかったりして。よし、次。結構ね、このフラワーゾンビとか、この偽りの魔女系のクエストはね、取ってます。なぜか。なぜかというと、石を取ってるからですね。石取りに行くのはめんどくさいんで、石を取ってるので、このやつは取る確率が高いです。しかも、ポイントがね、割と高いので、こいつやってみるか。一緒に出てくればラッキー。おお、出てきたぜ。フラワーゾンビはポイントが高いことが多いので、取ってます。で、魔女の森のね、レンダーシアのクエは比較的、おわ、なんだ、比較的
経験値たくさんもらえるやつが多いですよね。なので取ってんですけどね。で芯にもいけるし割と早く。こっちはダメだろうな。あれ次どこ行くんだっけ。あ、こっちか。さああとはもっと奥だよね確か。こんなんだったっけ。迷った。次どこ行くんだ。ゴリちゃんと近くない。あ、場所はここでいいみたいだけど。もういないよね。も戻るしかないか。あれちょっとなんか道が分かんなくなっちゃった。やべえ、やっぱ10匹で終わるかな。でどっから来たっけ。これか。こいつ倒すしかないな。出てきてくれ頼む。来なかった。あれ意外といないぞ。やっぱあそこで待ってるっていう作戦はいいのかな。意外と出ませんね。でですね、ですね、お知らせがあってですね、ドラクエのイベントとして今やってるのが、チームのね月1回のイベントとチームイベントね、あと視聴者様撮影会やってるんですけども、で前回、まあ先日ですけどね、合同で行いました。で今後もちょっとね合同で行っていこうかなと思ってます。というのはですね、まあ、月木が休みなわけですよ。で、今までね、最後の日曜日とかにやってたのは、まあ、日曜日が休みだったからなんですけど、今度日曜日が休みじゃなくなっちゃったので、日曜日にね、撮影するっていうのが意外と大変なんです。で日曜日に撮影した場合、だいたい3時から仕事っていうパターンが多いんですね、日曜日はね。そうすると、まあ午前中か、キッズタイムに合わせるとすると、1時から撮影することになるので、なんですかね、今2時ぐらいまでに終えないとダメなんで、時間がねほとんど取れないんですよね。でちょっと撮影が伸びちゃったりすると遅刻する可能性もあったりやばいので、おなんか出た。でですね、今後は月曜日が祝日になる月って意外と多いですよね。で月曜日が祝日の月は、その祝日の時にやろうかなと思ってます。で月末とか、視聴者様撮影会だと、第2日曜日にやってたことが多いんですけど、その関係なく、お、やった増えたで。例えば来月11月ですと23日が月曜日で祝日で休みなんですね。で私の方も月曜日休みなので、
来月は23日の祝日の日に、視聴者様撮影会とチームイベント、まあ、前回と同様、今月と同様に合同で行っていこうかなと思います。あ、倒したぜ。倒したぜ。なんだっけ、そのように考えてます。そうすると、非常に私のは助かるので。あれ、なんかかかってる、あれ呪われてんのかな、エレンさん。そうすると、あの、時間余裕を持ってね、できるのでね、非常に助かるんですね。で、まあ、キッズタイムをね、あの、中心にやっていこうかなと思ってはいるんですけど、多分月曜日は祝日なんですけど、月曜日のキッズタイム時間になるので、16時から18時がキッズタイムなんですね。で、最近夜の方はやってないので、ちょっと11月23日に関してはですね、二部体制にしようかなというふうに考えてます。まだ何時からっていうのは全然考えてないんですけど、もしかしたら午前中ってこともあり得るんですけども、16時から18時ぐらいのキッズタイム以外に、23日のどこかでね、もう一回同様のことをやろうかなと思ってます。ドレアの紹介プラス、何か別なこと、多分キッズタイムは、鬼ごっこをやろうかなと思ってるんですけど、もう一方の、まだ時間決めてませんが、午前中か夜のイベントに関してはレベル上がりましたね、に関しては、なんだ、ドラの紹介と、あと何か別なこと、まあ、もしかしたら鬼ごっこ鬼ごっこになっちゃうかもしれないですけど、鬼ごっこ、あとなんだっけ、まあ、わかんないですね。まだ何やるか全然わかんないんですけど、何か別なことができればいいかなと思って、2部体制で23日、11月23日はやっていこうかなと思ってますです。そうすれば、まあ、より多くの方が出るんじゃないかなと思ってるわけですよ。なかなかね、あの、時間が合わなくてね、来れないっていう方がもう多いの で、でそういう連絡も結構受けるのでね、なので、二部体制でやっていこうかなと。で、その時間帯に来れない方はね、申し訳ございませんという形になります。で、視聴者様撮影会とチームイベントを兼ねますので、どっちも、兼ねた合同イベントという形でやろうかなというふうに考えてます。ということで、エレンさん直すのはこれでいいんじゃないか、もしかして。あ、やっぱり、まあ、お知らせというのはそんな感じですね。まあ、イベントの方を、そのようにしていこうかなと思ってますです。で、撮影の方はですね、今まで通り、まあ、何やるか分かりませんけど、まあ、ストーリーを中心に、たまにこういった雑談交えながらの、まあ、ご報告ご連絡兼ねてやっていこうかなと思ってますです。とそんな感じかな。まあ、こうやってるとね、なかなかできないレンダーシアのイベントがこなせてしまうという、一石二鳥、一石二鳥、本当にそれでいいのか。日々の生活を
ただ映しながら喋ってるだけなんですけど、一石二鳥でいいんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなんだろうこれですね。そんな感じですよ。今も何してるかって、道具の整理です。道具の整理をしてます。この辺をね、今やばい、ちらっと見せてはいけないものを見せてしまった見せてはいけないものを見せてしまったので、ちょっともうやめましょう。道具の整理はやめた。ということで、11月23日に、視聴者様撮影会と、チームイベント合同で行っていきたいと思います。で、時間帯は、キッズタイムの16時から18時までの時間と、それ以外の時間でもう1回、2部体制でやっていきたいと考えております。またね、詳しくは、ご連絡します。視聴者様撮影会も兼ねるので、間違い探しクイズも行っていきますから、あとなんだ、撮影する場所も、視聴者様撮影会に合わせるので、出題編ということでまた動画をね1本撮りますので、そこで詳しくね、ご連絡したいと思います。でこの動画は字幕も入ってないと思うので、見てくださった方が耳で聞くしかないかなと思うんですけどね、ご連絡の内容ね、字幕も入れないつもりなので、そんな感じですね、というご連絡でした。ということで、たくさんの方がまたイベントに来ていただけることを楽しみにしておりますです。また初めての人もね来てくれたら嬉しいなと思ってますので、その辺もまたね、出題編の方で詳しくお話ししたいかなと思います。まあまだ先の話なんでね、1ヶ月ぐらいありますからね、ということでした。それではね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。